各球団の春季キャンプの一軍メンバーがこちら。阪神、投手、野手、さすがにないけど仙台育英の山田くんは見てみたいな。阪神のメンツの安定感はいいね。南下上昇軍団作れそう。広島、投手、野手、中村は一軍入りできんかったか。外野の層が心配だよな。横浜、投手、野手、渡来くん早速話題になってて草はえる。ピッチャーいないし小園くんには頑張ってほしい。巨人、投手、野手、そっか、高橋も泉も巨人行ったんやな。西舘くんは当たりだと信じてるで。ヤクルト、投手、野手、西川は開幕スタメンで見たいな。奥川は今年はできる限り投げてほしいな。中日、投手、野手、中田と中島の元ダブル巨人は見てて笑える。移籍組が結構一軍メンバー入りしとる。オリックス、投手、野手、南下吉田が覚醒しそうな予感するね。ムックも一軍かよ。ロッテ、1、2軍の区分けなし。ソフトバンク、投手、野手、柳田とかベテランなのに A 組でってのが押せるわ。山川見に宮崎行きて。楽天、投手、野手、山田は一軍入りしてるんか。田中和樹はもうそろそろ結果の残さないとまずい気がする。西武、投手、野手、竹内くんにハマジで期待してるで。外野手が少なくね。栗山とかはしゃあないけど金子とか頑張れよ。日ハム、投手、野手、内野手にキャンプで力つけてもらいたいよな。外国人のこの時期の評価は当てにならんから気をつけた方がいい。キャンプ行きてえよな。正直サインもらえる可能性あるし、沖縄ならぐるぐる回れるんかな。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。